で次に説明するのが、これがですね各試験の特色ですよね。で、まずですね、単答式というのがありまして、これは司法試験でも予備試験でもどちらでも必要になりますね。最初にちょっと説明を飛ばしたんですけれども、司法試験、まあ、これは皆さんにとってはねまだ先の話ですね。皆さんは予備試験に合格するか、それから法科大学院を卒業するか、どちらが必要なんでね。で、まあ、そのじゃあ司法試験はどうなっているのかということなんですけども、これは5月にね単答式と論文式の試験が行われるんですよね。なので司法試験でも、まあ、単答式試験が必要になり、で予備試験ではもちろん単答式試験がね必要になります。で法科は何とも言えないですね。法科はバラバラですので何とも言えないです。まあ、いずれにしてもただ予備と司法は どちらとも単答式試験が必要なんですね。でまあ、ただ単答式試験はねそんなに別に難しくないです。どうしてなのかっていうと、まず回答の形式はそんなに複雑じゃないんですね。マークシートに記入する形ですのでそんなに複雑じゃないです、回答の形式はね。であとは聞かれてる内容もそんなむちゃくちゃ難しいってもんじゃないです。基本的な知識さえ揃っていればまあ普通に合格点取れるかなというところではあるんですよね。だからまあその高度な思考力とかそういったものが別に要求されるわけじゃない、まあ、ただその回ちょっと細かい知識が要求されるんですけどね。論文式と単答式では、論文式の方は知識の範囲は狭いですね。単答式の方は知識の範囲は広いですね。ただその思考力って意味で言ったら論文式の方がはるかに求められていくということで考えてもらうといいでしょうね。まあ、今言ったその単答式でしか問われない細かい知識のことをですね、単答プロパー知識とかっていうふうにまあ呼んでいるんですけれども、その単答プロパー知識の点を除けばまあ論文式よりは簡単と見てもらっていいのかなと思います。一番めんどくさいのが論文式なんですよね。これはまあ予備試験もそうです。予備試験もそうですし、あとは司法試験もそうですね。そこに数字が、書いてあると思うんですけどね。ホームページのところにね。まあ予備試験の方は単答式で合格して、単答式に合格するということは一定の力あるわけですから、その受験生の中でさらにね、まあ 20% くらいしか受からない。で、あとは、司法試験の場合も同じような感じでね、単答式を突破した人の中で、まあ大体3分の1くらいですかね、しか合格しないという、そういうふうな試験になってるんですよね。だからやっぱり論文に突破するっていうのは非常にこう難しい。これはまあ今も昔も同じですね。昔の旧司法試験の時代もですね、今の制度になる前ですよね。その時代もやっぱり論文式にどうやって受かるのかというのが、まあ最大の課題でしたからね。だからこれはもう今も昔も変わっていないということなんですよね。で論文式って一体どういうことをやるんだろうかということなんですけども、これはですねその法務省のページに行くとですね試験問題が現に見れますんで、まあ、もし興味あったらね見てもらうといいのかなとは思うんですけれども、司法試験の問題はですね、まあ、大体今 4,5 ページぐらいですかね、 4,5 ページぐらいにわたって問題文がずらーっとあって、でそれに対して白紙の回答用紙が8枚渡されます。 A4 で8枚なんですけども、その A4 で8枚の回答用紙が渡されますので、それを2時間でですね、まあ、埋めるということになります。2時間で、まあ、大体3000字ぐらいになるんですけども、まあ、それを書き切ると。予備試験の方は大体その半分ぐらいですかね。予備試験の方は、まあ、問題文もそんなに長くないですし、回答の字数も、まあ、大体半分ぐらいかなと思うんですよね。はい、で答案用紙も8枚じゃなくて4枚ですから、ね、まあ、そんなにだから、その司法試験ほど長大な、ね、論文を書くって感じではないんですけれども、ただいずれにしても白紙の回答紙を埋めなければいけないということになります。で論文式はですね、知識的な範囲としてはそんな広くないです。単答式に比べると全然広くないんだけれども、ただやっぱり難しいところはすごい聞かれてくる。難しいっていうのは考えなきゃいけないって意味ですね。その基本的な知識を持っていることを前提に、そこからどこまでその推論することができるか、論理的に考えることができるかということを聞かれてくるわけですね、論文式ではね。単答式は今言ったようなそのどこまで、まあ難しい、どこまでその考えることができるかっていうのはね、それはあんま聞かないですね。まあ、どっちかというと知識あればそのまま問題が解けちゃうっていう感じですよね。だからまあ大学入試のセンターと、まあ、二次試験みたいなね、そういう関係になるのかなと思うんですけどね。まあ、いずれにしてもその論文式試験の方がはるかに難しいということです。難易度も高い、問題そのものの難易度も高いですし、あとは受験者のレベルも高いということですよね。だからこれから皆さんが勉強を始めるにあたって、やっぱりその論文式試験を突破するということ、これをですね常に頭に置いてやっぱりやらなきゃいけないということになりますね。はい、で論文式試験はちなみに法科大学院でも求められますんで、なので予備試験、司法試験は当然なんですけれども、法科大学院でもね、もうほぼ必須だと見ていいですね。論文式試験を課さない大学院はほぼないですから、ね、大学院によってバラバラだとは言ってもですね、論文式試験は、予備試験、司法試験はもちろんのことを、それから、法科大学院にも要求されると考えていいですからね。
なのでとにかくこの論文式試験に突破するということを、まあ、念頭に置いてねやらなきゃいけないということで、そこはね頭を置いとくといいかなと思いますね。で最後に口述式なんですけども、これは基本的に予備試験においてのみ要求されると考えてもらって結構ですね。で、口述式ってまあ面接ですよね。ただまあ単なる面接じゃなくて法律を聞かれるんですけどね。法律を聞かれるっていうのは、その要するにこれはどういうふうに考えますかっていうことをね、その法律で聞かれるんですよね。でそれに対して、その条文を答えるであるとかね、まあ、あるいはその最高裁判所の判例を答えるであるとか、そういったようなことをやるので単なる面接じゃないんですけども、まあ面接ですね、一種のね。まあ、法科大学院の中ではね、一部そういうものを課す大学院もあるみたいですけどね。はい。ということで、まあ、この法律式っていうのはあって、で、なんか聞くとね、法律で答えなきゃいけないってめんどくさいなとか難しいなって思うかもしれないけれども、これそんな難しくないですっていうのはね、合格率は高いんですね。先ほどの予備試験のね、論文式試験、これを突破した人ですよね。この人の、まあ、大体9割以上の人が合格してます。これ例年そうなんですけども、9割以上合格してますので、実際はですね、論文式試験の発表が、あった後なんですね。発表があった後にもう詰め込んで勉強するっていうのが普通ですね。だから大体予備試験の受験生は論文式試験の、受験がね7月にあるんだけど、そこから発表まではもう遊んでます、ずっとね。2、3ヶ月ぐらいずっと遊んでますね。で、発表があって、おお、受かってるってなって、で、口述式の勉強を始めるっていうのが普通です。だからこれは論文が終わってから対策取ればいいだけの話ですので、今考えるような話じゃないのかなと思いますね。実際多くの受験生がそういうふうにしてますので、なのでまずは論文式までをね突破を目指すということを考えてもらえるといいのかなっていうふうに思うんですよね。はい、これが各試験の特色ということになってきますね。